ではテレビのインタビューを始めさせていただきます。代表テレビ東京の松本です。よろしくお願いします。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。率直に今の気持ちいかがですか？はい、試合終わってすぐは本当に嬉しい気持ちでいっぱいだったんですけど、今はちょっと落ち着いてもう一つ勝たないと意味がないので、帰ってからまた練習頑張ろうと思います。まさきやプレーオフ、今日優勝したことでプレーオフに持ち込まれると思うんですけども、はい、そのプレーオフの相手もまた一応選手ということで、どんな戦いになると思いますか？そうですね、やっぱりみんながオリンピックに出たくてこんな階級に出てきて、その思いは戦ってて、誰な後輩とも試合をしたりしてみんなから感じられるんですけど、やっぱり自分もやっぱり負けたくないので、気持ちで負けないような試合にしたいと思います。改めてになるんですけど、今日の先ほどの決勝を振り返っていただいて、ご自身の中ではどのように受け止めていますか？あんまりちょっと覚えてなくて、なんか無我夢中って言ったらちょっとあれなんですけど、その12月、半年前の12月は本当何も攻める勇気もなくて、その半年間負けたってことよりもその自分のレスリングが出せないのが何でだろうってずっと思いながら半年間いろいろ考えて苦しかったので、本当絶対攻めるって気持ちしかなかったので、あまりはっきりとは覚えてないです。その悔しい思いから半年間、その間でご自身の中でその進化したポイントっていうのはどこが挙げられると思いますか？進化というのはやっぱり気持ちの部分、技術的なことをというよりもやっぱ自分の中ではその気持ちがメンタル面が一番課題だと思ってたので、そういった部分ではメンタル的には少し成長できたのかなと思います。来月プレーオフがあって世界選手権、さらにはその先には東京オリンピックも見据えた非常に重要な戦いが続くと思うんですけれども、今後に向けて最後に意気込みをお願いいたします。はい、ずっと目標は変わってないので、姉妹でオリンピックに出るためにこの選択をしているので、それはずっとぶれてないので、それに向かって頑張りたいと思います。ありがとうございます。代表以上になります。序盤から積極的に攻めていったと思うんですけれども、自分から仕掛けていくことに対するこう恐怖心みたいなのはなかったんですか？半年前はすごくそれがあって、で結局それで何も勇気が出ないまま去年は6分間終わっちゃったんで、今回はもうただ勝ちたいのはもちろんだったんですけど、後悔したくない気持ちの方が強くて、自分から入って自分のレスリングをしたいっていう気持ちの方が強かったんで入れたかなと思います。半年前と違って攻めれた理由っていうのは何になるんですかね？やっぱり気持ちですかね。やっぱりこの半年間私自身もすごい苦しかったんですけど、支えてくれる方が自分が思ってる以上に多くて、半年前はなんかあんまり怖くて戦うことがないんですけど、思ってる以上に自分のことを応援してくれてる人がたくさんいたことが本当に力になりました。今日はそういう周りの応援っていうのも感じられながらマットに上がってたっていうことでしょうか？はい、はい、そうです。終盤は伊調選手のこうプレッシャー圧力もすごかったと思うんですけれども、そのあたりはどのようにこう対処したんでしょうか？やっぱりは良かったとは言えないので、それはやっぱり自分の課題として残っているのでまた改善していきたいと思います。3週間後にプレーオフがありますけれども、3週間どのように調整していきたいと考えていらっしゃいますか？やってる練習は間違いじゃないと思っているので、しっかり帰って試合の反省点をまた練習したいと思います。試合が終わった後、セコンドについてか由香子さんにちゃんと抱き合って、その時にどんな気持ちだったでしょうか？いや、なんて言うんだろう、とりあえずなんですけど、まだ一つあるんで安心はしきれないんですけど、とりあえずここでダメにならなくてよかったなって、私が負けると由香子も悲しむので、やっぱり喜んでくれてよかったなと思いました。その時に妹さん、由香子さんと交わした言葉などはありますか？頑張ったねってちょっと上から目線でちょっと言われました。すいません、CBC テレビなんですけども、由香子選手が先に優勝を決めました。それはやはり梨紗子選手にも大きな力になりましたか？そうですね、はい、プレ
プレッシャーとかにはなることもなく、ゆか子も本当に頑張ってるので勇気をもらいました。あの半年前はなかなかこう自信を取り戻せなかったと、でそれがずっと半年間続きました、そうおっしゃってましたけど、自信取り戻せましたか？まだ完璧とまではいかないんですけど、やっぱりそういうのってこうやって実践を積み重ねていったり、練習のなんていうんだろう、スパーリングだとかでの気持ちの持っていき方だと思うんで、まだまだ気持ちは強くなれると思います。あの伊調選手が先ほどですね、前半戦伊佐子選手にやっぱりこう気持ちで負けてたというふうに語ってたんですけど、今日は気持ち強く持って戦いました。はい、あの半年前の後悔が本当に大きくて、その思いだけはもう本当にしたくないって思って、6分間しかないから、どんだけ長くてもどんだけ苦しくても6分しかないって思って頑張りました。おめでとうございました。ありがとうございました。おはございますか？大丈夫ですか？あ、すみません。あの、北陸朝日放送の中島ですけれども、あの試合に入る前はあのお母さんの初江さんとか妹の由香子さんとはどんな話をしてこの試合に臨まれましたか？特になんかこれって言った感じではないんですけど、いつも通り攻めたら絶対大丈夫って言われて試合に来ました。あの試合中、セコンドについてたあの由香子さんからは、なかなか声は届くかどうかあれなんですけども、どんな言葉をかけられたりとか、どんな応援を感じましたか？あの声はやっぱりいろんな歓声とかもあってなかなか聞こえなかったんですけど、やっぱり由香子が近くに いてくれるだけですごい心強いし、あの由香子だけじゃなく本当会社の方とかいろんな方にもお世話になりながら戦えているので、本当に周りの方に助けられたなと思っています。最後に言って、終盤の試合の終わり間際、かなり、そのお互いの執念を感じるような攻撃が攻防が続いてたんですけども、どんな思いでマットに立っていらっしゃいましたか？負けたくないとしか思ってなかったです。ありがとうございました。先生一つだけ、すみません、ラジオの東京駅と申します。次のプレーオフ、ご自身では勝敗を分ける鍵というのは一番何だと思われますか？自分の気持ちだと思います。大丈夫ですか？はい、じゃあテレビ終わりたいと思います。